どうもペーターです。信長の野望新生実況やっていきたいと思います。はい、では群雄両乱の真田家編でございます。第3回ですね。はい、では前回この北条家を滅ぼしましたと、まあやりましたよね。にっくきにっくき北条家を、ついにやりまして、で次をどうするかっていうところでございますと。で、北条の武将がいっぱい入ってきましたので、いろいろ配置をしてきました。まあ、川越城あたりに北条内康とか置いたり、で北条早雲がまだ、側近なので、側近じゃない、代官なので、この辺にいるんだと思うけど、石川ちょっと顔がわかんない。あ、北条早雲、あ、足軽大将だから、まあ、どこにもいないな。まだ配置はしてないんですが、足軽大将で今いるとっていう感じなので、まあ、北条家もうまく使いつつ、次の標的は、上杉だという感じでいきたいと思いますが、まずちょっと、北条を攻める足がかりとして、この長野家のエリアが欲しいんですよね。結構この辺がいい城だったりとかするので、ここを足がかりにしたいので、ちょっとね、一旦長野家を一旦長野家を滅ぼそうかなみたいな、ちょっと気まぐれの魔王みたいになってるけど、一旦滅ぼそうかなって感じになってます。で、これ佐竹がいるんですけど、この佐竹はちょっと従属してしまおうかなと思ってます。はい、佐竹は従属します。はい、で、まあ伊達はちょっとまあほっといてもいいんじゃないかなって感じなんで、伊達はほっといてもそんなに、まあ大きい大きいけど、まあまあまあ別にって感じなんで、まあ、上杉の方がやばいから、まあ、一旦長野滅ぼして、佐竹とは従属させておいて、で上杉かなって感じなので、これやばいでしょ。上杉のこのサイズ、何城何個あんのって感じだもんな。うんって感じなので、まずは、長野に行きたいと思います。でこの長野の城を取ったら、ちょっと信玄とか、今信玄こんなとこにいるんですけど、ここかで、ここで内政をしてるんですけど、信玄が信玄が内政をしてるんですけど、まあまあここの城を取ったら信玄とかも前に置きたいなって思ってるので、はい、そんな感じで行きたいと思います。で今内政させていて、まあもう攻めれる状態ではあるんですが、お金がないと、お金なさすぎるんだという感じなので、ちょっとこの辺に鋳造場とか金山とかがいっぱいあったんでね、鋳造場とか建てて、まあ、お金稼ぎをしているところでございますと。はい、でちょっとここに徳川がいるんですけど、もう1個なんですよね、徳川ね。ちょっと今川家にここ攻めさせて、取ってもらって、徳川家康仲間にしようかなともちょっと思ってます。はい。ちょっと攻めてもらおうかな。100あるもんな。なんで、援軍届くだろ、これ。兵力足りひんの、今。うん、ちっちゃいな、この辺の城。やる気ねえのか、今川。こいつはどこ向かってるの？新宮城に帰ってる。ちょっと兵を出してやるか。狙われへんよな。まあ、徳川ちょっと様子見ようかな。徳川ちょっと様子見て、はい。まあ、今川に行かせれそうなら行かそうっていう感じにします。はい、じゃあ一旦この、長野を取りたいんですが、ちょっとね、勝手にこいつね、攻め始めたんですよね。なんかもう黙ってられるかみたいな感じで、勝手にちょっと内政してたら勝手に攻め始めたので、沼田城を勝手に攻めてるんですけど、まあ今から、別の城をね、まあ、この辺をまず新田金山、唐沢山あたりを攻めたいなと思いますので、まずどうしようかな。唐沢山、これを攻略目標にしていきましょう。まあ、これに筒ヶ崎も入れて、小田原も入れて、まあ結構全力で攻めたいと思います。まあ、この辺の内政城は
いいや、こっちのメンツで行こう。こっち側はね、ここを攻めるのと上杉から守るので必要なので、右から真ん中か右から行こう。このはよし。さあ行くぞぞ。まあまあ、そしたら我が部これにあり。木沢長政、いいね。貴殿にわしを扱えます。一つよろしいか。うん、いいよ。城なぞ従属機種されるんだぞ。奪ってくれる。お聞き願いたく。春日山の兵糧は奪っておきたい。ご加盟とあらば。そしたらですね、今ね、つつじヶ崎のね、真田昌幸のところがね、兵力すごいことになってるんですよね。2万と。なかなかこんな兵いないけど、ここも結構でかいよな、春日山もな。小田原も今、せっせと、馬場信春が頑張っていますので、1万になってきました。腕が鳴るわい。まあ、勝手に攻めたんだろうか。何言ってんだ。ここにはまだ足りぬ。一人で攻めて何を言っておる。知るか。もはや戦う。バイバイ。わしわし準備できてきたぞ。多分ね、一番この、正幸が遠いから先に出陣しましょう。からさま行くぞ。城攻めです。こうやって集まってくるから後ろのやつらから順番に出陣していきましょうか。多分ね、行くぞーってやってもね、人足りてますとか言うから。そうだよな。で、合戦をしたいんで、合戦でちょっと一緒のここまで取れたらいいなぐらいの感じで思ってるから。何部隊出てる ?1、2、3、4、5、6、7、8部隊出てるから、イフ中か、届くかな、届かなそうやな。城を奪いに行こうぞ。まあ節斎さんはいいかな。じゃあご命令を下され。馬場信春とちょっと過剰戦力かもしれんな。城を奪いに行こうぞ。山形正景も行こう。上杉が攻めてきてんのか。上杉はちょっと牽制したいんだよな。伊達とかにさ、伊達攻められてんのかこれ。上杉やばいな。こんなに多方面に行けるんだな。どうしようかな。4しかねえか。じゃあこんなに兵いらんな。もう普通にゴリ押ししますか。じゃあご了承しよう。おのどもついてこい。ちょっとご了承していきます。わしに続け。ご了承していこうご了承していこう。これはじゃあご了承していこう。声を上げよう。戦ぞ。もう加勢なし。心得申した。北条総はこれ、この申し上げたきこと、戦ではなく知略とそういう系で稼いでもらって、たまらぬわ。侍大将を目指してもらおうと思います。まさき時忠、その松あっぱれ。誰が倒した。長尾景弘をちょっと討ち死にさせてしまった。いや、今川お前新宮城攻めとるやんけい。何が無理だ、何が無理ですだ。しばいてやろうかマジでもういいや。そしたら合戦かだが
かわいそう。もういいや。オッケー、原さん山オッケーです。そしたらこの人数で、でもどこに行こうって感じだよな。このままここ目指すか。三田金谷も一緒に行って。オッケー。宇治屋さすがっすね。敵将取り押さえたい。宇治屋さんさすがっすね。上杉憲政って誰だっけな、聞いたことあるな。放つだ。何を考えておる。別の上杉な気がするな、なんか。全然違うかもしれません。このまま大田原に行こう。長野歯向かったお前が悪いのぞ。この新田金山はどこ、なんかいろんな挟み撃ちみたいにできないんかな。まあいいわ、ご了しろご了しろ、もうご了しろ。上杉来てんな。我慢比べなら負けなぜ。上杉が来とるな。美濃輪に、美濃輪狙って来とるな。この城よし、お最上義明来たんじゃね。観念せよ。お最上義明はでかい。来た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 。最上来たよ。ご恩は忘れません。もういいよ、そっちは帰っていい。緊急行くしとこ。愚心があります。上杉との前線がすごい前になっちゃったな。お聞きいただきたい。兵糧攻め五分ならやめよう。申し上げたきことが。したら美濃和城が取られるかな。どうなんだろうな。これより集金に励みます。こっちの部隊帰らそうぜ。みな城へと引き返せ。背を向けねば。無理はするな。行くさぞ。思いのほか早く。新田金山取れた。沼田取られたんだよな。沼田欲しかったんだけどな。貴殿には使えられぬな。このご恩は忘れぬ。まあここも帰らすか。めっちゃ来たな上杉。なろうとは。こっちから突っつかれへんよな。無理だよな。やめといた方がいいよな、絶対。美濃和城多分大きいんだよな、ここ欲しいな。聞いてください。良き案があります。お、こいつ強いんやな。強いけど裏切るんだよな。先導しとくか。思いつきましたぞ。五分か。まあ1500なら。お任せください。城を制したぞ。さあ、まあ長野終わりですね。これで。貴君にはお仕えできません。噂に聞くように寛大な方ですね。長野って強い武将おらんかったかな。誰か強いやついるのかな。ちょっと武将見てみようか。あ、こいつ強いな。あ、上泉信綱もいたのか。欲しいな、美濃和城。美濃和城欲しい。承知いたした。横取りできるかやってみる。やめといた方がいいかな。といた方がいいかな。とりあえず仮で城代北条早雲をこんなに前にするのはちょっと不安があるので。ありがたき幸せ。
北条尊は大事にしたいからちょっと特攻はさせられへん。感謝この上なし。まあ、ただっていうとこいつらが今からねその特攻するかもしれないからちょっとまあそこそこくらいのやつらを集めておきましょう。信重大道寺大道寺したらどうしようかな。美濃和城そろそろいけるか。城代はいないな。軍代城代はいないな。まあちょっと3桁の隊はちょっと痛めとけ。あとにしろ。一旦このメンツに行くんや。雪村隊も来るぞ。間に合うんか。出陣いたします。いけんじゃね。もういけるやろ。よし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 。正幸来んでよかったよ。絶対雪村も来てない。来なくてよかったんじゃない。かかいいね。中の上泉の打つな。二人とも来いよ。お使いいたします。おなんでじゃボケ。あれまあ信綱は来たわ。お前クソが。なんでだお前同盟やったよ。はい、まあまあそういうことで、美濃和城までは手に入れることができましたと。はい、まあちょっとこの沼田城はちょっと戦場にしづらいんだよな。開津取ってここを戦場にしたいところだったが開津が取られてるのが痛いんだよな。はい、まあということなので、この辺ちょっと城主を決めて、上杉との戦に備えようと思います。よし OK です。はい、そしたら、配置と設定というか、まあ、城下方針とかもいろいろ決めてきましたので、まあ軽く紹介だけしておきましょうか。はい、で美濃和城に北条尊を置きましたと。まあ一番拠点だし、まあ、前線拠点だし、まあ戦いにもいっぱい参加しなきゃいけないということで北条尊をここに置きました。ただ兵力とか今から上げていかないといけないんでちょっとまだかかりそうですが、まあ一旦ここに北条尊を置いてますと。でこっちに信玄を置きました。宇都宮、まあ、ここもね結構大きな拠点なので、まあ信玄を置いて早く、作れる形というか戦える形にしてもらおうということで信玄ここですね。まあこの辺は大道寺だったり成田海栄忠次太田秋山信友里見北条氏康おぶ遠藤直常高坂正信みたいな形で結構ねすごいメンバーを固めておりますと。で小田原は変わらず馬場信春にしていて、まあそのまま雪村も1万4000も1万3000ですね、兵力がいるからもうここにそのまま本拠を置いてもらってますという感じで、その辺は変えてませんと。で後方に結城とか、前田とかこの辺をねちょっと置いてますという感じでございます。はい、なんでねちょっと戦える形にして、合戦に行きたいと思います。ではちょっと飛ばしますね。おお島津高久来た。島津家の棟梁じゃないですか。いただきますよ。神明を落としてお使いします。武勇が低いから内政面で、活躍してもらおう。頂上です。島津高久とかどうなんやろ。裏切らんのかな。あんまり仲間になったことないけど。お前だけじゃおるやん。いつの間に
いつの間に前田刑事がおるんだ。いつ来た。どこにいた。どこにいたんだ前田刑事マジで。ちゃんと見とかなあかんなこれ。誰がどこにいるかと全くわかんねえわ。大久保長安もしとこう。危険も高いし。マジ？伊達もうこんなんなってるんだけど。伊達がこんなんなってる。もう死ぬぞ。もう終わるぞ伊達。それは伊達家攻めてみる？届く？無理か。難しいかやっぱり。いややばい、上杉がやばすぎる。上杉を東北に封じ込めて、こっち取って全部上杉の東北に封じ込めるか。じゃ東北統一しそうやけど、そしたらマジで結構やばいくない？のんきに内政してたらやばすぎる。一応従属させてみるか。できるかできるだろうけど。あ、こいつらも従属するか。もう全部従属させとこ。東北は。オッケーオッケー。こっちは従属させといて。まあ、あとはもうじゃあこことの戦いだな。オッケーオッケー。任してくれ。任しといてくれ。何を任しといてくれるか全然わからんけど、北条早雲のところもね、もう6500まで兵が増えてきたので、まあ戦ってもいいかなぐらいの状態にはなってるんで、あとはちょっと信玄のところを育てたらいいかなと思います。リフ誤解、ずっと春日山は兵糧を奪い続けてるんで、でも日頃の回復早すぎるんだよなマジで。焼き打ちずっとしてんのに。ちょっと申し上げた。うわ、伊達家滅亡した。上杉めやばすぎる。心得ます。ここぶった切って、ここぶった切って上杉をこっちに封じ込めたいな。お使いし囲みたい。何もできんようにしてやりたい。よし、では箕輪城と、箕輪城がもう1万超えて、宇都宮城ももう1万ぐらいになったので、ちょっと北条がちょっと調子乗りすぎてるし、そろそろ行こうかなと思います。はい、まあね、ちょっと兵糧とか足りてないところもあるんですけど、まあ兵糧は別になくてもいいかなっていう感じなんで、どうしようかな、どこに集めようかな兵を。沼田で一回打ち破るか、で沼田開通を取り返してここに攻め入りたいなと思います。では、沼田城を攻略目標に設定しましょう。うん、まあ一旦これでいいか。心はよし。敵兵力14万、こっち23万ですね。そしたらでは沼田に総攻撃を仕掛けるんだが、まあ後ろの人たちから行きましょうか。飯田城はね、行かなくていいと思うんですよね。だから、麻生駅がまあ一番遠いくらいかなって感じだし、ふう、城攻めですか。うん、雪村もまあ合戦するから行くか。でこっちのメンバーは開通に、ま、行ってほしいから、この後あの城をいただきに行こうか。こちらも70日か。城を奪いに行こうぞ。こいつ何日かかるって。70日やんな。
小田原からは何がやったんだ、言っといた方がいいんじゃん。70人じゃん、進行か。こいつらはな、別に行かなくていい気はするんだよな。まさかげは行こう。あ、なんでいいんじゃな。目を賜りたく、城を我らのものとせん。ご命令とあらば。うん、この辺がこれちょっと近いかも。よし、城攻めはよし。行こう。まずはこれで。もう結構みんな来たな。早いな。あれ？雪村はどこにいる？雪村どこにいるの？そんなどっか行ってんの？そっちの方が近いのか？どうしようかな。誰先頭で行かすか。まあ信玄もそろそろ出すか。ご命令を。城を取りに行くぞ。で先陣で。先陣で酒井忠次に、ここを取らしとこう。城攻めですか。軍を取らしておこう。始めようぞ。ちょっと雪村早いかもしれん。あ、大丈夫や。え？なぜ今？さあ合戦、陣を構えよ。合戦起こすぜ。来てる？でも相手10部隊。あと2部隊来るかな。菅川行ってるもんな。お、いいね。佐竹攻めてるね。これさ、沼田来てるけど結構かかりそうだよな。もう威風今日起こしたところで大差ないから、ここで中起こしてからにするか。よし、行こう。威風中でまず決めていこう。パーサス上杉謙信。酒井忠次、津軽為信、山形正景、雪村、鎌原、お前は誰だ、どっから来たんや。正幸、正照、馬場信春って感じでございますと。正幸も別に鉄砲レベル高いわけじゃないし、これでいくか。我が策に味方を勝ちへと導く。さあどうしようかな。潰してくれるわ。まさゆきは強いので、兵だよ、こう進めるぞ。お前はそっちから行く意味はマジで分からん。兵だよ、こう進めるぞ。こっちに行こうぜ。ハサミに、まずはハサミに行こう。忠次はちょっと抜けてくるやつを守ろう。やったぞ。イブサを作れ。王者の守りを固め。馬場信春さん、多分そっちね、あれなんですよ。行くとマサセルに行かして、馬場信春さんちょっと落石が怖いんですよ。そっち守ってもらえますかね。急ぐぞ。要所を取らねば。これね、落石が結構ね、ダメージでかくて、その身で確かめよ。あんまり受けたくないから。策の仕掛けどころぞ。うん。嬉しゅうござる。で、こっちから回ろう。で、忠次は攻撃しに行ってくれ。敵を退けます。正幸挟まれるかな、ここにおったら。弓食らってんだよな。
なる手はいかに。正行ここ行くか。敵を打ち払い。ここ連打かそこ。それは問題。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。ご命令とあらば。頂上です。敵を叩く。意味が嫌やな。敵兵の我が先方の前には物の勝手はないわ。よし、いけてる。勝敗を決めてやりましょう。やばい、ラクセックル。腕を上回られる。ちょっと引け、一瞬引こう。待っておりました。一瞬引くぞ。ラクセキはマジでまずいんや。かなりダメージ食らうからな。進軍を始め、この戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。敵を攻めます。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。ひぼり卑怯、混乱。ここは何としたことか。これは知らない。ちょっとスピード落とそう。回復するんや。そこは取られるのは知らない。その間に上を取るから。この間に上を取るから立てる。頼むぞ。それはしゃない。ここで守ろう。影勝はもう挟んでて、オッケー取った。落石はもう使えんのこれ。あ、すぐは使えないのか。取ってからは時間かかると。よし、これで一旦影勝倒してからでいいかな。次なる手はいかに。行こう。敵に痛手を与えます。鎌原も行け。要所を手に入れるぞ。敵を打ち払い。よし、これ行こう。今がその時。オッケー、開花絶対。勢いは上回っているか。敵を退けるぞ。よかった。軍略というものを見せてくれ。六万戦。はい、ナイス。打ち取ったぞ。赤備え。いいか、つまって最後まで勝負いたせって言ってるな。そしたらもう上からの弓がすごい。そしたらしようかな。上からの弓マジでやばいな。こいつらを引っ張り出したいよな。好機にございます。お、誰か倒した。影勝打ち取っちゃった。影勝打ち取っちゃった。我が先方に手を押し通る。こっちに来てくれへん。え、向かってきてね。ちょっと待て、向かってきてるぞこいつら。バカめバカめ。じゃあこっちでここで待ってやるよ。違う、なんか違う。お命令を。オッケー。剣心が上がってきた。ちょっと待って。剣心が上がってきたぞ。うわ、こっち来てる。ちょっと待て、おかしい。話が違う。次なる手は話が違う。いかに。ご命令、待っておりました。歩みを進めよ。左が大乱戦。あ、終わった。全然直してない。ちょっと待ってくれ。なんかちょっと思ったんちゃうけど、まあまあまあいいや。これで勝ったんだろう。次も我が策にて勝ってみせましょう。まあまあまあいいか。二人打ち取っちゃったね。影勝打ち取っちゃったね。影勝って強いよね。まあまあ、まあ、レシピが仲間になるのはだいぶ先の話だからな。感謝いたします。基本的には解放して仲間を増やしたいし、
威風注意でこの城が取れれば一旦いいかな。まあ次の城へ向かうが、このままもう一回合戦がしたいんだよな。上から降りてくるかな。上杉軍団こっちからブワーって来えへんかな。ここ攻めたらバンド攻めようぜ、行っちゃおうぜ。城を奪えば有利になろう。信玄も行こう。バンド、みんなバンド向かおう。あの城を落とすぞ。総務も行こう。ご命令はいかに。この軍勢で来たら向かってこざるを得ないだろう。良き案がありますぜ。耳に入れてくだされ。狙いは春日山だからな。もう今回で春日山は取ってやる。ちょっと待って、さっき開通だな。開通はちょっと後にしよう。バンドでの決戦をしてからにしよう。精神性始めよ。6部隊まで来たな。でもなんかあんまり集まってこないな。どうしようかな。6部隊ってでもどっからどこまで ?1、2、3、4、5、6、 ここまで入ってんのか。そしたらもう増えなそうやし、変にこっちだけ打ち破られるのも嫌だし、行ってしまうか。こっちの8部隊は信玄まで入ってる？うん、もういや、これで行こう。ここはもうカットしますね。あればこその勝利ですな。めちゃめちゃ余裕勝ち。ドゥン。4000もむしろ減ったんだなぐらいな。よし、活躍させたい信玄と総務2人に活躍させられた。よくやった。よし、じゃあイフジャック決めてやるぜ。いけー、イフジャック。そしたら開通向かわせよう。左にもいるのか。大丈夫なのか。こっちから来るんちゃう。なんてないのか。と知恵比べ。上杉、ちょっと調子になりすぎたな。うちの従属組がお前たちを攻めているぞ。愛すまぬ。この恥を構えよ。戦の恥。よしよしよし。バンド上精神を見せましたぞ。いともよ。陣を構えよ。オッケー、勝ち取った。輪をくれてやるわい。ぶった切ったらな、ウォーズとか取れたらいいんやけどな。それはちょっといい山を取ってから考えるか。城を奪いに行くぞ。我が武を示す時が来た。合戦会になったけど4部隊しかいない。でも8部隊は多分来ない。8部隊来なそうですよね。もう打ち破ろう。今回は誰が一番かな。いつもかな。我が策あればこその勝利ですな。ドゥン。181。雪村でした。めちゃめちゃ打ち取るな。なんかいいぞ。威風弱でかいよな。我らが太刀を大いに掲げよ。いい方じゃこー。でかいでかい、これでかい。なんだと。真田家よ、強くなれ。あ、おい、なんだ。真田家よ、強くなれ。この、そしてこの信長と天下を競うのだ。生意気やの。生意気っていうのか。どうかだが。こっちから回りなさい。
え、ここ繋がってんの？あ、繋がってないの。マジ繋がってねえんだ。春日山取んなきゃいけねえんだ。それは困ったね。雪村変える？雪村変えろっか。待っておりました。ヘオロやばいよね。お指図を頂戴して。濃いもんな。バンド誰かに与えといて。お、宝与綱成がいるじゃないか。綱成にやっておこう。感謝いたす。イフで取るとやっぱり集落が残るのがでかいですね。感謝いたす。攻略拠点だから攻撃にしておこうと。カイツも誰にしようかな。横田高松知らんな。山形正影ってめっちゃ後ろの方にいるよな、確か。玉名前が一番下にいるもんな。山形正影も前についてくるかな。往生せよ。お、取れた。捕らえてしまえ。貴殿を主と仰ぎましょう。このご恩は忘れぬ。取れたが、こいつらがいっぱい来てるんだよな、まだ。だから、ゴズメを食らんと、きついと。江戸城5000。ご命令とあらば。動かすか。遠いな。遅れてはならぬ。起きたな、おい、これでかいぞ。使えてみるも良い。起きたな、おい、はでかいでかいでかい。敵兵を蹴散。この間にさ、他の家がもっと上杉を攻めてほしいんだけどな。遅れんかな。イフジャコム。なんだと。これでかいんじゃないか。これで飯山を取り切れると思うんだけど。包囲を開始いたそう。不覚だな。チリ族しかあるまい。戦となるぞ。婦人を始めよ。北条がやべえな。北条がやべえ。間に合わないな。こう打ち破れるから。いや、こいつら北条を向かせる。落ちるな。こいつらも行かそう。北条へ。もうあとはもう防戦や。こっからは。相手が悪かった。オッケーオッケーオッケー。いいぞ。戻れ。北条へ向かえ。間に合わんのか。奪い返したい。そしたら相手が悪かったと。オッケー、飯山取れた。飯山取れて、あ、なるほど、地方統一。まあまあ、それは一旦いいよ。地方統一なんかで終われるか。で、また来てんで、剣心。我が武を示す時が来た。結構おるな。我が武をご老じたか。戦ぞ。準備を万端整えよ。4対4とかか。8になるのか。どこまで、え、どこの8が入ってるの。どこの8が入ってんね。マジ？ 8 になる？
こんな集めなあかん。出陣します。マジ城を失うとは。まあまあここは仕方ない。まあ最悪北条はいいや。手に入れるぞ。4対9。背を向けね。我が志は残る。誰だ、誰が死んだ。いいな、おかつ。4対8はきついんちゃうかな。示す時が来た。引くしか手はないか。こっちがな、狭いんだよな。6対9ならなんとかなるか。これでちょっと乗り切ろう。レベルが高いやついないんか。いないな。雪村が一番高いか。きついか。きついな。やりました。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。いいぞ、一人引きよ。何が我が前に立ち塞がる者らよ。妥結類。旗色の悪さは隠せるか。なんでこっちの方が疲れてんの。我が軍略今こそ披露してくれようぞ。よし、出ました。衛生的にはいけそうやが。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。こいつ我が先方にて押し通る。雪村がなんか負けてるな。死なると戦えば生き、生きんと戦えば死。今がその時ぞ。信綱何してんの。人が多すぎて。こいつ挟めてないやんけ。ちょっと守りに行こう。置き口を固めなくてはな。はや戦うのか。我が武略を持って頑張る。何ですと。足をさらに出てくる。やばいけど。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ご指示。今こそ我が先方により勝機を見出すとき。え、どうなってんの。これうちの隊じゃないの。敵これ、え、挟んでなかった。負けたってこと。こっち側5部隊やろ。どこにいるんだ。1、2、3、4。いや誰もいねえや左側。どうなってんだマジで。え、これどうなってこうなってんの。てかなんで芝って勝つでこんな風量高いの。お指図を頂戴したく。みんな我が手のひらの上で踊るがよ。いる。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。弱すぎる。劣勢にござる。ご命令待っておりました。早くこいつら。メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。キム下がれ。もういいから。ご命令待っておりました。我が負をして互角とは。
お指図を頂戴した。ってこいよ。校舎の守りを固め。やばいって。まさか。我が武力を持って安全の敵を撃ち払わん。こいつ。我が前方にて押し通る。敵の味方の位置。皆、我が手のひらの上で踊るがいい。あれ、勝つ家回ってきたの。我らに毘沙門天のご加護あれ。ここ落とされたらヤバくね。どうかご命令を。歩みを進めよ。今が試される時ぞ。めちゃくちゃやろ。早く倒してくれ。別に何でもないよな。次なる手はいかに。動くぞ。お手お手だ。策を及ばす。めちゃめちゃ閉幕してるやん。ご命令。何をしてるの。待っておりました。覆さねば。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。この六文銭メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。これは負ける。これは負ける。行くぞ。30でも撤退せんの相手は。心に敵の心を蹴散らしてくれ。いや負けだ。これは厳しい。この六文字メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。なんでこっちが撤退に。マジで意味わからん。おい、なんでやねん。はい、全然撤退せへんの。負けたいやもうマジでなんかこうごちゃごちゃしちゃったな。これまでか。まさかここで負けるとは。上杉が強すぎる。兵勝ってたのに。ちょっと作戦ミスしましたね。なんか雪村が謎に詰まってたのが敗因だな。うわあ、イフジャック食らった。嵐となりて吹き荒れ。クソが。なんたることぞ。力を及ばず申し訳なし。まさかですね、これはまさか。心構えをせよ。遅れずついてまいれ。陣を構え。戦の始まり。ラグを取り返したが、欲張るな。そこの防衛をするんだ全員。引いてください。伊達春宗来たぞ。お使いいたします。よろしたくだ。え、ほんま思い切れる。やりました。いや嘘だと思うんだよな。これたまに嘘つくからな。よし。はっ。城に戻ります。どこが争ってんだと。こいつはどこ。こう言ってるよな。策の仕掛けどころぞ。ふぅ。はい、ということで一旦上杉との第一次戦争が終わりましたと。
はい、ということでここまで攻め入ることができまして、北城ちょっとやばいけど、まあここはまあ取られても仕方ないなくらいの感じでいようかなと思います。はい、で次回ね、春日山取って、まあまあ虫の息ではないけど、まあ虫の息だという感じなので、まあ、次回には取り切れたらいいなって感じですね。いやー強かった上杉。まあでもかなりね勢力は削ることができたし、小田は全然こっちに攻めてこなかったんで、いやその間になんか長宗壁 VS 小田がちょっと家紋が見すぎてあんまり分からんけど、長宗壁と毛利もやばいしね、まあ西が大変なことになってるんですけど、はい、という感じで、次回上杉と決着かな。はい、という形で終わりたいと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次回上杉死んだか。じゃあね、バイバイ。